提供クレジット。提供クレジットは、民間放送のテレビ番組、ラジオ番組に出資した、企業、団体などの協賛スポンサーを明らかにするために入れられるクレジット。テレビ番組の場合には、提供スーパーと呼ぶこともある。ラジオの場合は、音声で、典型的には、の提供でお送りします。の提供でお送りしましたといった、ナレーション、いわゆる提供を読みもしくは、 提供アナウンスをもって提供クレジット、英語版は口実とする。テレビの場合には、画面に、スポンサー名が表示されるが、音声でのスポンサーの紹介方法は、購入枠の長さにより異なる。一般に提供クレジットに企業名や商品名の、アナウンスを入れるためには一定の購入枠、通常は60秒以上が必要であり、その要件を満たせば、の提供でお送りします。 しましたと、企業名や商品名のアナウンスがつく。さらに購入枠が大きければ企業名などの前に、キャッチフレーズが付されることもある。購入枠が一定の長さに満たないときは、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。しましたと、アナウンスなしでクレジットのみとなる。番組 CM については、基本的に提供クレジットを番組の前後に入れる。番組の最初に入れられるものは、 全提供と呼ばれる。全提供は厳密に番組の最初に入れられるとは限らず、番組の構成によっては開始後しばらくしてから表示される場合も多い。このケースではスポンサーの提供開始タイミングがはっきりしなくなる。番組の最後に入れられるものはご提供と呼ばれる。あと提供も厳密に番組の最後に入れられるとは限らず、 ご提供が流された後にエピローグなどが流されるケースもある。また、長時間に及ぶ番組の場合には途中でスポンサーが交代する場合がある。このようなケースでは CM 前後にここまでの放送はここからの放送はなどのアナウンスとともに提供クレジットが流される場合もある。テレビの場合には音声を伴わず番組中に 画面の下に出すスーパーだけで処理する場合もある。TBS 系列の番組で多く、同系列では途中入れ替えでもコメントするのは、一部の、定時番組と一部の単発特番で行われる、程度である。また、日本テレビ、富士テレビ、テレビ朝日各系列の番組でも、TBS 系列ほど多くはないものの、このケースが見られる。逆に、テレビ、東京系列の番組では少なく、 民放の BSCS 放送でも局によって局少数あるいはほぼ解無となっている。珍しいケースとして、テレビ東京の日曜ビッグバラエティでは途中入れ替えの際、ロールスーパーで提供クレジットを流していたが、現在はロールスーパーによる提供クレジットは流さなくなった。つのブルーバック版は主にローカルセールス枠での番組によく使われる。背景あり版は、 クレジット前のシーンの続きや、ハイライトシーン、静止画などがある。ネット番組のほとんどで使われる、2000年代前半まで、日本テレビ一部系列局では、平日19時の番組に、全国スポンサーとローカルスポンサーの提供クレジットを混ぜて表示していたため、背景リり版を、ブルーバック版に差し替えていたつぼ根があった。縮小版は、生放送番組、 朝晩のニュースなどや番組中に、スポンサーが変わるときに使用されることがある。画面下中央に表示される場合、2列で表示することもある。この場合、最大6社まで表示可能。画面右下、または、左下表示の場合は、完全デジタル化されるまでは4、3画面の領域内に表示することがほとんどであったが、デジタル完全移行後は、順次、16、 旧画面の端位置に変更されている。BS 富士、ダリフでは開局以来、BSTBS の一部、富士テレビ、関西テレビでは、自社発の放送、2011年7月1日から7月23日アナログ終了告知のスペース配置の都合で、で、複数スポンサーの場合でも、提供の文字を挿入していない。ただし、BS 富士では縮小版で表示する場合は、 提供の文字を表示する。BS デジタル放送では番組スポンサーがつかない場合もあるため、BS 日テレ一部の番組では番組ロゴを表示 BSTBS 一部の番組を除く BS ジャパンでは本来なら提供クレジットを挿入する部分にチャンネルロゴを入れて穴埋めしている。また、テレビ東京ではスポンサーがつかなかった番組で提供クレジットを ミダネットピクチャーズ名義、グループ会社のテレビ、東京メディアネットの映像ソフト部門。CM は実際には流れないで穴埋めしている。ラジオテレビともに、音声による提供クレジットの様式は近年変化しつつあり、表現が異なるケースや英語によるものなども出現している。例として、JWave FM802 や、 ワウワウのノンスクランブル放送などでは一部を除いて、This, プログラム is, ワスブロウッド 2UV, スポンサー名の英語表現が使われている。また一部の番組、TBS、歌番、番組終了、CBC、サンデードラゴンズ、中京テレビ、PS、番組終了などでは、番組名は、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。しましたの表現もある。 この手法を最初に導入したのはめちゃにモテたい。である。また、テレビ東京ではご提供の際、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この後も番組名をお楽しみください。という表現が入れられる番組がある。ニュースなど番組中のコーナーの場合の提供でお送りするコーナー名ですということが多く、 ニュースなどでは終わりがけのクレジットをカットすることがある。この場合、英語クレジットだと、コーナー名、ブロウッド2 u バイ、スポンサー名が使われる。テレビ番組における提供クレジットは時代によって変遷している。最初の様式は、フリップと呼ばれる厚紙製のボードに文字を記したものを、テレビカメラで画面いっぱいに撮影するというスタイルのものであった。 続いて、スーパーインポーズカメラを用い、黒バック白文字、白バック黒文字などで表示するという方法が開拓された。この方法は、カラー化後も長らく標準的な方法として使われていたが、バックはブルーバックなど色付けとされ、多少はカラフルになった。ブルーバック画面による提供クレジット表示は、地上波のローカル局では、今でも見られるが、キー局などでは、 ほとんど見られなくなった。その後、放送局の機器類の機能が強化されるに伴い、多彩な表現がなされるようになっている。例えば、無地バックではなく、番組の映像の上に、スーパーインポーズで文字を焼き込むといった方法は、一般化している。また、24時間テレビでは、画面の右下にその年のチャリ T シャツの CG、右下に提供クレジットを表示している。 スポンサーの読み上げはなく、代わりに、ここから、まではの提供でお送りします。しましたという表記のテロップを表示提供クレジットが、表示される際に上下、または左右にテロップが表示されることがある。文字の向きは上下の場合は横書き、左右の場合は縦書きで表示される。大抵の場合、日本テレビ富士テレビは左右、TBS は上下に表示される。 テレビ朝日の場合、上下に表示されるケースと左右に表示されるケースが偏っている。テレビにおける提供クレジットは、スポンサーとしての出資額によって、1画面付き、1社、または1画面に複数社に分かれる。出資額が多ければ、1画面1社として優遇され、少なければ、1画面複数社となるのが原則である。一部の放送局では、 筆頭スポンサーを中心として、ゴールデンプライムタイムの枠を中心に、スポーツ中継など、日中の番組で出す場合もある、企業のロゴをカラー化する表示でクレジットする場合がある。また、出資額によって提供クレジット枠の長さが変化する場合もある、特に、アニメーション効果などを伴う提供クレジットの場合、文字が止まっている時間の他に、 前後の動き分の余計な時間がかかるため、提供クレジット枠は伸びる傾向がある。装飾が同じであれば、文字が止まっている時間が短くなってしまうためである。特殊な例として、秋田朝日放送のローカル番組、ぷプ,プアキ金星ではスケッチブックに手書きの提供クレジットを書いて、ローカルタレントのバリトン伊藤が読み上げるケースがあった、2010年3月まで、この方式で行われていた。 過去には、金隣。八景を言わらった。では、スポンサーの名称が入った大相撲の検証幕の、ような幕を掲げて、土俵のセットの周りを回り、テレビ画面ではそのスポンサー名のアップになる、というものになっていた。また CBC テレビ、歌う、天気予報、1980年代初頭、コアレジャーランド提供の時期では、本編終了後に放送する、CM フィルムの末尾に、 提供、コーアレジャーランドとする、ブルーバックのカード、アナウンスなしが組み込まれていた。しかし CM の直後に、同局特有の水色系ブルーバックで、通常のクレジット、アナウンスありも放送されており、同内容のクレジットを繰り返す異例の事態になっていた。テレビにおける提供クレジットには、画面の提供クレジット表示に合わせてアナウンスで、また、ご覧のスポンサーがお送りします。 しましたや、がお送りします。しましたというように、提供を省略して述べる場合もある。特に TBS や、富士テレビ、ニュース番組がほとんど、日本テレビの最終版ニュース、一部の、テレビ朝日番組でよく見られる。かつては、提供は、でございます、ました。と読み上げられるパターンもあった、初期のサザエさん、ロート制約提供のアップダウンクイズ、クイズダービーなど、 1980年代前半の NNN 今日の出来事、1980年代前半までの朝日放送、CBC テレビなどでは、ご覧の各社の提供でお送りします、しましたという言い方をしていた、では、ご覧の各社がお送りしますおあしましたと呼んでいたが、1984年4月からは、他のニュース番組と同様、ご覧のスポンサーがお送りしますおあしましたに変更された。 中には番組の特性上、ニュース番組や天気予報に限りがお伝えします、しました。福島テレビやの提供です、でした。テレビ宮崎、宮崎放送、新潟テレビ21、新潟総合テレビ、一部の属、岡山放送としているつぼねもあるほか、ご覧の提供で、青森放送、テレビ和歌山、テレビ熊本、マスター用には、 ご覧のスポンサーで、や、の提供でお送りいたします。下、を使用。いずれも、熊本朝日放送前社は、減少傾向。前社は2018年12月現在、がっちりマンデー。TBS でも使用されている。30秒提供でも企業名の読み上げを行う、ケースなど、各局の独自色が垣間見えるものもある。またスポットニュース、天気予報。 本編直前の予告番組ではコマーシャルを放送しない代わりとして番組の終わりか通常と同様の形式で企業キャッチコピー入りの提供をアナウンスをする場合も多い、在京局に多い。提供読み及び提供表示はスポンサーの提供 CM 秒数によってランク付けされている。提供クレジットは通常放送局で放送に際して挿入される。 複数の放送局で同時に放送する番組の場合、全局で等しく、スポンサーとなっている会社については、創出局で提供クレジットのスーパーを入れ、アナウンスでも、社名を読み上げる。それぞれの壺でのみスポンサーとなっている会社の場合には、創出局では提供クレジットのスーパーを入れずに、創出し、それぞれの壺で、ローカルスポンサーのスーパーを提供クレジット枠に入れることになる。 その場合も音声そのものは全曲で同じものが使われるため、ローカルスポンサーを読み上げることができず、全曲で一括して、ご覧のスポンサーのという共通の音声が使われることになる。この場合、提供なしの場合や、スポンサーの意向で企業名を読み上げる必要がある。場合は、音声の消去、または、ブルーバックや曲 ID 等の別画面への差し替えを伴う。そのため、 番組によっては、各局独自の提供読みを挿入できるように、テロップの消去に合わせて、音声も、提供読みのない BGM、実況音等のみとしたものを、ネット局へ送り出す場合もある。また、特別な例としては、独立局の千葉テレで放送していた、朝丸ジャスト内でのスポンサー読みで、出演キャスターが、の提供でお送りする、ジャストインフォメーション、コーナー名です。 などとナレーションしている。日本テレビの同時ネット番組において、視覚障害者向けに音声多重放送にて解説放送が行われている番組の場合、2017年9月までは、提供アナウンスでは、第一音声では、ご覧のスポンサーのとなっていても、解説放送では、企業読みが行われていた例外あり、2017年10月からは、第一音声は、 ご覧のスポンサーとなっている場合は、第2音声では、各社の提供でお送りします。しましたと、アナウンスされる。テレビ朝日、ニュースステーション報道ステーション、2017年代、1四半期現在スポーツコーナーを除く、富士テレビジョン、プロ野球ニュース、1988年3月まで、TBS テレビ、ニュース23、 一部のスポンサーのみは、ネットスポンサー各社は30秒の CM 提供で、あっても60秒扱いでクレジットされている。2014年までは、朝日放送制作の新婚さんいらっしゃい。でも、番組出場者にプレゼントとして、商品提供している会社は、提供秒数に関係なく上記の90秒以上、扱いで提供読みされていたが、 現在は他番組と同様の扱いとなっている。TBS テレビのゴールデンタイム枠の一部など、冠無理スポンサー的に提供したり、一社提供の番組については、カラーバッグの字幕に加え、薄いホワイトバッグの絨毯で表示するものがある、日曜劇場、A スタジオなど。また、日本テレビでも一部のゴールデンタイム番組、水曜ドラマ、土曜ドラマ、世界一受けたい授業など、 の60秒スポンサーでも、同様に絨毯がが使われることがある。ことあアニメ番組では、UHF アニメ、特にシニア、アニメでは、筆頭提供番組が、徐々に増えてきており、角川文庫の金作、古典部シリーズのアニメ化作品、評価は、全国放送の衛星テレビ局、BS11 を含め各局にて、各社60秒提供を実施、また、バンダイ、旧社、 現版ダイナムコエ HD 共同創業者も設立、経営に関与していた同局では、筆頭提供枠を、アニメ関連番組、期間枠であるアニメ枠含むのほぼ全枠にて設けており、このうち、ガールズパンツァーに至っては、番組契約上、制作委員会の主幹事を務めるバンダイビジュアルによる一社、提供番組となっている。競馬中継番組、みんなの競馬や、 競馬ビートなどの場合、主催、JRA と表示され、主催は、JRA、日本中央競馬会です。でしたもしくは、この番組、または放送は、JRA、日本中央競馬会の主催でお送りします。しましたと、アナウンスされる。その他の公営競技である競輪、競艇オートレース中継ではいずれも通常通り、提供扱いであり、JRA も、 競馬中継番組でない一般の番組の時は提供扱いとなる。民間放送教育協会制作の教育番組の場合、数年前まで共産、スポンサー名と表示されていたが、現在は他の番組と同様に共産の部分が提供になっている。KBS 京都のスポーツ情報番組、とことん。K のスポーツでは共産、 スポンサー名と表示されていたが、2009年4月に、K スポとリニューアルしてからは、他の番組と同様に、提供と表示されている。ラジオにおいても、オールナイト日本は、創設期より、長らく番組内容に介入しない、共産スポンサーの形を取り、スポンサー読み上げの後、以上各社の共産で、東京有楽町の日本放送から、といった読み方を、現在も続けている。 ラジオ番組の場合、PT 枠がある番組の中には、この番組は、スポンサー、他各社の提供でお送りします、しましたと、アナウンスされている場合がある。かつての TBS テレビでは、提供入れ替えの際、他局が、ここから、まではというところを、この時間は、とコメントしていた時期があった。FIFA ワールドカップ、ジャパンコンソーシアム方式となった2002年以降、 中継及び関連番組では JC 共通の協賛スポンサーとして JC 加盟民法全局共通の提供クレジットを使用するサッカーボールをモチーフとしたバックにまず共産者表示の前に大会ロゴを表示して 20XXFIFA ワールドカップデイリー総集編この番組の提供はでお送りしますしましたのアナウンスとともにクレジットが回転して 共産者が表示されるアナウンスは制作局のアナウンサー。ハーフタイムなどの共産者入れ替え時は提供読みはなく画面下の表示のみ。なお2014年大会についてはこの共通クレジットのグラフィックは使用しない代わり、共産者の表示の上に番組提供の文字を入れており、番組の冒頭と終了時については1分以上の筆頭スポンサーは読み上げあり、30秒スポンサーは ご覧のスポンサーとしているが、前半と後半の共賛者入れ替えの段階では、筆頭スポンサーも含め、ご覧のスポンサーとしてアナウンスされている、同じく JC 共通スポンサーがつく、ハイライト、関連情報のミニ番組一部深夜、早朝のスポーツニュース枠内報を含むについては、通常の提供表示のクレジットのみであり、またすべて30秒のご覧のスポンサー共賛である。また、 同じく JC 方式でもオリンピック中継及び関連番組については各制作局それぞれの提供クレジットを使用している。沖縄テレビヒープーホップでは番組のセットに展示されてあるボードにスポンサーが記載されてありスポンサーの読み上げになるとカメラがそこに集中しそれをヒープーが読み上げている。2015年に復活した朝日放送 M-1 グランプリでは、主要スポンサー数社を、プレミアムスポンサーと定め、まず絨毯付きカラーロゴで、プレミアムスポンサー。続いて、通常の番組スポンサーを表示した、一部時間帯、除く。提供読みはエンディングを除き、プレミアムスポンサーと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。しましただが、エンディングでは、プレミアムスポンサーを一社ずつ表示して、社名を読み上げた。 最近では、ロゴなどに使用されている英語の企業名を提供クレジットに表示する企業が増えている。三菱自動車工業は以前は三菱自動車として企業名を出していたが、現在では三菱モーターズに変更している。会社名の表示は英語で、アナウンスは日本語で言う場合もある。ちなみに、日本リーバー、現在のユニリーバージャパンも、社名変更してしばらくしてから、 東京ガスなどもこのような表示を行っている。また2000年代初頭までは企業名の読み上げを行わないスポンサーのクレジット表示は CI マークが省略された状態の企業名ロゴのみで表記されているものがほとんどだったが現在は大半のテレビ局においてほとんどが CI マークと企業名ロゴを併記したものに変更されている。これに該当する主な 大手企業の例は、トヨタ自動車、小林製薬、日清食品などが挙げられる。在京企業局ではまず、日本テレビ、テレビ朝日、富士テレビの順で順次変更された。その後、TBS、テレビ東京でも順次変更されているが、2008年現在も、TBS は一部、テレビ東京はまだ大半の企業が企業名ロゴのみ、CI マークなしのままのものが残っている。 逆に、日本マクドナルドや、ナイキジャパン、トヨタ自動車、フォルクスワーゲン、BMW が提供する番組は、CI マークのみを表示する場合がある。テレビ番組における提供クレジットは、各局のアナウンサーが担当するが、バラエティ番組、テレビアニメなどにおいては、出演者やナレーターが、提供読みを担当する場合がある。一時期の日本テレビ系、ぐるぐる99では、 やべひろゆきによる提供読みの後に岡村隆のありがとうございます。ありがとうございましたが追加されていた。ラジオ番組の場合は全国ネット番組のローカルスポンサーなどの例外を除けば番組のパーソナリティが提供読みを行うことが多い。フジテレビ系列で1987年から毎年7月に放送している生放送庁時間特別番組。 FNS27 時間テレビでは、グランドフィナーレでその年の4月に富士テレビに入社した新人アナウンサーが FNS27 時間テレビに提供もしくは、協賛したスポンサー各社名を提供クレジットとともに読み上げている。津波情報が発表した場合、画面右下に日本地図と発令状況が表示するがあり、一部のスポンサー名が被ってしまう。このため、 一部の放送局はそれに対応した表示をすることがある。スポンサー企業の判断によっては提供クレジットに自社名を意図的に表示しない場合がある。具体的には以下のようなケースである。韓国では日本と同様の提供クレジット表示を行っている。ただし日本のようなアナウンサー等による読み上げは行わない。ラジオ番組では 日本と同様の提供クレジット読み上げを行っている。また1990年代前半頃までは日本とは違い縦文字による提供表示だった。近年は同じ会社が複数表示されることがある。これは一回の OA につき一つの表示と決まっているためである。また、表示方法は近年までは日本と同じ中央の位置で表示されることが多かったが、最近では 下や端っこに表示されることが多く表示方法も日本よりは多様化している。アメリカ合衆国などの欧米諸国での提供クレジット読み上げでは日本のように複数のスポンサーが1画面に表示されず1画面に1スポンサーが通例である。表示はフルカラーでスポンサーのロゴマークも必ず挿入される。また、スポンサー名を読み上げた後に そのスポンサーのコーポレートスローガンを読み上げることが非常に多い。例、セスプログラムイズブログッ2ユーバイホンダ、ザパワーオブドリームス。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。